はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は J クラヒストリーということで、選手の歴史をたどっていきたいと思います。さあ、今回はですね、浦和レッズのアレクサンダー・ショルツ選手をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はいということで、ショルツ選手といえばね、長らくセンターバックのね、頂点として君臨された選手でありますが、こ、まあ、今年のね、夏の移籍ということで、まあ、浦和レッツを去りましてね、 まあ海外に移籍することになりましたので、24シーズンのこの前半というのがね、一旦お別れのタイミングになるかなと思います。まあ、これまでね、本当に J クラにやってきて、まあ、初めにやってきたのは2021年のボリューム2シーズンでしたね。ここから、まあ、24シーズンの前半なので、まあ、およそ2年ぐらいかな、3年ぐらいかな。はい えー、J クラのカードとして出てきたわけですが、まあ、ショルツ選手もね、当初はグレード、まあ、今ほど高くはなく、というところからしっかりとね、積み上げてきたグレードがありますので、まあ、それをね、皆さんと一緒にね、まあ、今日は動画一本使って振り返っていこうと思います。まあ、レギュラーだったりとか、限定だったりとか、グローリーカードだったりとか、いろいろ振り返るものあると思いますので、まあ、ぜひよかったらね、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、じゃ早速ね、中身の方に移っていきたいんですが、 まずはですね、アレクサンダー・ショルツ選手のグローリーのグレード歴というのをね、見ていきたいと思います。ではこちらです。はい、ということで、ショルツ選手のグローリー実績なんですけど、グレードのね。まず最初、2021ボリューム2は、すでにグレード45でしたね。はい。まあこれはね、結構僕の中で衝撃だったというか、ああ、初あの、ポットでの制しでグレード45以上。 なかなかねやっぱいないんだよねいないというかそれプラス、まあ、このあとレギュラーも紹介するんだけど、まあ、レギュラーカードがそもそもグレード85を超えてくる選手っていうのはなかなかいなくてというのもありました。 でも、ショルツ選手に関しては、確かに僕もなんとなくだったら覚えてるんですけど、まあ、来た時から本当にね、裏のね、守備陣の要として、うん、活躍してたイメージがありますし、まあ、この年からね、まあ、すでに、まあ、限定カードとかも出てね、まあ、後半シーズンから出てくる選手って、まあ、今だったら、それこそ結構優位性があって、フォーカスとか選ばれやすかったりするんだけれども、この時っていうのは、そんなに、そんな気はなかったと思うんで、まあ、本当にね、しっかりと試合出て、 まあフォーカスドプレイヤーとして認知され、なんていうかな、対象としてちゃんと出てるというところも、まあ、非常に素晴らしいかなと思いました。で、この後またね、そのカードも振り返りながらお話をしていこうと思うんですけど、まあ本当にね、素晴らしいスタートを切って、えー、J クラにね、入ってきた選手でありますと。で、2022年になるとグレード47まで上がりましたね。はい。まあこの年もね、まあ、素晴らしい活躍だったと思います。というのも、まあ、このボリューム2にね、グレード53ということで、はい、なんとね、 ここで金旗にも昇格してるんですよね。こんな選手でなかなかいないと思う。よっぽど実績積んだ外国籍の選手、まあ、イニエスタ選手とかだったらちょっと格があれですけど、まあ、本当に素晴らしいなと。うん。まあ、J リーグの実績でしっかりと上がってきてる、グレードが。で、9、えー、ね、ボリューム2になれば53まで上がってきてる。で、翌年の2023もグレード53。で、23シーズンのボリューム2になるとグレード54。24シーズンになるとグレード53ということで、 まあもう本当にここからはね、2022年ぐらいからはもうトップをずっとね、まあ君臨してるということで、素晴らしいよね、1年半ぐらいね。うん。まあ1年半、2年ぐらいですかね。まあずっとトップを守ってきてて、というところが、まあこのグレードからもね、まあグローリーのグレードからもうわかるところかなと思いますね。はい。まあセンターバックの頂点に立つまで。まあ実質めちゃくちゃ、まあ頂点に立ったと言えるのは、やっぱり2023シーズンからかな。うん。まあボリューム2の時もすごかったけどね。うん。 もう本当にすが素晴らしいセンターバックの選手として、はいまあ、結構皆さん、ね、狙った人も多いんじゃないかなと思うんですけどまあ一旦このタイミングで取り上げてますけどね、まあ、まだまだ限定が出る可能性とかもあるので、まあ、ぜひ、ね、諦めずに、まあ、今のレギュラーもなんなら強いしねということでぜひ、ね、まだまだ期間はありますので、まあ、最後のショルツ選手のカードねどこで出るか、まあ、出るのかどうかというところもねちょっとまあ1つ注目点になりますけど、まあ、ぜひ、ね、カード狙ってほしいなと思いますでは続きまして じゃあ、ここからはレギュラーのカードをチェック、まあ、振り返っていこうかなと思います。じゃあ、まず一ページ目見ていきましょう。こちらです。はい、ここは、えー、最初のですね、21V2 のレギュラーとなってます。最初はですね、グレード85からでしたね。うん、まあ、この時、こういう時もあったなと。まあ、この時に結構素材ね、しっかり蓄えた人もね、いるんじゃないかなと思うんですよね。 まあこういう時期がね、ショルツ選手にもありましたと、まあ、今だったらすごく貴重なグレードのね、レギュラーですけどね、こんなに素材手に入る選手じゃないからね。はい、ということで、まあ、当時からね、裏はしっかりとお気に入りクラブとかで弾いてる人は複数枚手に入ってたんじゃないかなと思いますし、まあ、85件からもね、まあ、僕もおそらくこのカードは手にしたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、えー、ゲットできたぐらいのグレードなんでね、まあ、初々しい時ですね、まだね。はい。 じゃあ、これが次どうなったかというと、まあ、22シーズンのレギュラーですね。でこれはですね、まあ、さっきグレード47というふうに紹介しましたが、この時はですね、まあ、ここ23、24シーズンは出てないんですけど、22シーズンまではですね、しえー、前半シーズンの途中ね、夏ぐらいにね、まあ、レギュラー追加というものがありまして、まあ、開幕スタメンじゃなかったけど、その後活躍した選手を中心にレギュラー追加というのがあってまして、その追加で出てきたカードになりますね。はい まあだからグレード92まで高いというのはそこにちょっと矛盾点が生じているんですけど、まあそういったこともあったという、えー、認識でお願いします。はい。で、この時はね、まあボナセン・ディフェアもらってるんですけど、まあ空中性のセリアハードタックルということで、まだまだまあ実用的に、実用性はそこまで伴ってないような感じですかね。スティールがないというのはちょっときついからね。はい。そんなカードだったと思います。で、次ですね。十二シーズン、22シーズン、ボリューム2に行った時に、はい、ここは、 グレード97のレギュラーが出ましたね。うん。ここでね、スキルも一気に良くなりましたね。ピンポイントタックル、パーフェクトスティール、ピンポイントフィード。はい。今でも全然通用するようなね、スキル構成ですね。さすがにボナセン・リフェまではもらえてないんですけれども、まあ十分ね、環境でも通用するぐらいのレギュラーカードが、はい、ここで出てきたというところになります。じゃあ続きまして、2ページ目見ていきましょう。こちらです。 はいここもまた左から見ていきたいんですけど、一番左が23シーズン前半のレギュラーですね。はい、ここもグレード97ということで、ここね、またスティールが剥奪されちゃったんだよね。ピンタク、レーザービーム、ヘディングクリア。で、ボナーセはディフェアありますよと。うん。まあ、これね、でも J クラ全体に言えることなんですけど、やっぱり前半と後半って、後半の方がレギュラー当たり率が高いので、まあ、前半の方がどうしてもこうなりやすい。 ところあります。なので別にショルツ選手の評価が落ちたとかじゃなくて、まあそういう、まあ、感じかな。全体的にそんなにめちゃくちゃ当たりカード、特にこの23シーズンはすられてなかった気がするんでね。他のポジション見てもね。はい。ということで、ちょっとレギュラーが渋かった、うん、タイミングでもあったかなと思いますね。まあ覚えてる方は結構いるんじゃないかなと思います。で、これが後半シーズンになるとグレード98になりましたね。はい。まあトップグレードでしたね、ここもね。 でグレード98で出てきて、スキル構成がガーディアン、シャープフィードインターセプト、で、ボナセンがディフェということで、まあ今まで出たカードの中で一番いいんじゃないですかね。うん。まあ素晴らしいですよね。タックルスティールで AB しっかり持ってて、はい、ここは素晴らしいカードだったと思います。まあこれを未だにね、使ってる人もね、当然いるんじゃないかなと思いますね。それぐらいまあレギュラーとしてもね、質が高いカードになると思います。で、最後ですね、今シーズンのカードですね。一番右になりますが、24シーズンレギュラーになります。 まあ、これまでのどのカードよりも強いかな。ダイナミックインターセプト、ピンポイントタックル、スペースへのフィードというね。まあ、タックルスティールのエースキル。で、ボナーセもディフェアルと。うん。まあ、レギュラーでこのクラスのカード出るんだったら、もう限定カード別に狙わなくてもいいんじゃないかってぐらいね、強いんじゃないかなと思います。まあ、これちょっとブーストプラス込みのね、数値にはなってますけど、1637というところあるところでね。まあ、1587かな。覗くとね。というぐらいの。 うん。数値はしてるんで。まあ、これも高いよね。リフェチュも、ま、全然高いし。うん。まあ、ボナセンディフェもあるんで。ここにクラブリンクとかね、こうやって乗ってくると、まあ、さらに全然レギュラーでも強いじゃないかっていうね。<laughs> ま、そんなカードが出てきましたね。レギュラーでね。まあ、これレギュラーでこれぐらいのカード出るというのはね、すごくありがたいし。まあ、前半シーズンからね、これぐらいのレギュラーが出るというのは結構ありがたいし。今シーズンはね、去年に比べたら、まあ、他のレギュラーの選手見てもね、結構当たり枠が多いような、 まあ、感じはするので、まあ、ちょっとレギュラーのね、良さとともに、今、ショルツ選手も、ね、しっかり評価されて出てきたかなという印象ですね。はい。ということで、まショルツ選手の6種類のレギュラーをね、ここまで見ていきました。まあ、グレードはね、22のボリューム2からあまり変わってないんですけど、中身は結構ね、変わってきてて、スキルがどんどん良くなってるね。で、最終的にこのレギュラーが出たというのは、まあ、すごく良かったですね。まあ、仮にね、ボリューム2のレギュラーとかも見てみたかったですけどね、もっと強かったかもしんないね。ディフェサンスとかあったかもしんないですよね。 はい。ということで。まあでもね、まだまだ分かんないんでね、今後帰ってくるかもしれないからね、日本にね。はい。ということで、えー、一旦はここまででレギュラーはストップになるかなと思います。はい。じゃあ続きまして、ここからは、ショルツ選手の限定カードを振り返っていきたいと思います。じゃあまずは2021ボリューム2シーズンの限定カードから見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは12月フォーカスドプレイヤーということで、今でいうまいフォーカストプレイヤーですね。まあ結構高判断になるので、まあ8段とか7段ぐらいの扱いだったと思ってください。さあ、このカード良かったんですよね。ガーディアンインターセプト。で、ウォナーセンディフェー20%あって、スターメンディフェンス強化までありましたと。これ僕ちなみに当てたんですよね。これなんてやってたんけな。確かガチャ券でね当ててめっちゃ喜んだ記憶あります。はい。で、ずっと僕使ってましたね。うん。まあ結構強かったですよ。はい。 で、まあ、その後にね、まあ古くなったんでちょっと更新したりとかして、今は別のカード持ってるんですけど、まあこれ僕、ショルツ選手との出会いでしたね。はい。まあ、あの、レギュラーカードがね、85の時でもあったので、まあその時は結構重なれ重なれと思って、浦和のお気に入りをなんか引いてたイメージがあります。当時から。<laughs> 実はね。実は引いてたと思います。で、まあ、ゲットしたような気もしますけどね。うん。 っていうのはちょっと記憶に残ってますね。まあ、このカードを見るとね、ちょっと思い出すことはありますね。はい。まあ、な、まあ、長らく使ってたんじゃないかな。一年以上とかセンターバックやってたんじゃないかな。うん。っていうぐらい使ってたと思います。はい。非常に懐かしいカードです。はい。素晴らしいカード。これ一発目の限定だからね。一発目の限定でピックアップ入ってるってことなんで。まあ、それほどやっぱり活躍したってことだからね。来てすぐね。素晴らしいですね。はい。じゃあ続きまして、22シーズンの限定見ていきましょう。こちらです。 はいここは、えー、まずフォーカストプレイヤー第1弾がね登場してましたね。グレード95になりました。はいここでもう金旗デビューですね。スキルがガーディアン、レーザービーム、インターセプト。でチームスキルはスタメン、ディフェンス強化。でボナセン、パワー20%。ねでディフェッチが1478というカードになってますね。これでね、もう95来てるからね。<laughs> もうそうよね。だってこの次の後半シーズンはレギュラーね97ですからね。はい まあこの時点で評価、金旗級に達してたということで、まあ、本当に素晴らしいと思うね。こんなに早くね、金旗に上がる選手ってなかなかいないから結構貴重だと思います。まあ、これからの J クラーの中でも、まあ、その特別なね、あの例えば月間系とか、そういったのを除くと、まあ、この速さを打ち破れる選手は出てくるのかなっていうね、2シーズン目で金旗っていう <laughs>。出てくるんですかね、出始め85の選手とかでね。うん。っていうぐらい、まあ、優秀な選手だったと思いますね、やっぱりね。はい。 で、隣はね、えー、これ僕が今使ってますね。まぁ、あ、クラチャンで使ってるんですけど、エクスペね。はい。22になります。スキルがね、いいですね。ダイナミックインターセプト、ハードタックル。うん。で、ボナセン、リフェ15%プラスもありますしね。はい。リフェチは1419というカードになってますが、これね、まあ僕も長らく使ってます。まだクラチャンのスタメンだからね。<laughs> いく分か更新したいなっていうのはいっぱいあったんですけどね。まあでも去年も、相当浦和の時、まあ ほんと、ショルツ選手の限定が出るたびに狙いに行ったけどね。もうレギュラーでもいいやと思って。レギュラーはまあ2枚ぐらい当たったんですけど、けどね、前半レギュラーだったんでね。まあさすがにちょっと更新できないなということで。うん。まああれ3枚ぐらい当たったんですけどね。<laughs> 今とか欲しいけどね。今とかレギュラーとかね。うん ちょっとね、いなくなっちゃったんでね、うん、ま更新チャンスが限られてくるし、まもしかしたらね、もう一発ぐらい限定出てきそうな雰囲気ありますけど、まあそれがラストチャンスになるのかなと、まそこだけはちょっと狙いに行こうかなって迷ってるところでもあるんですけど、はい、まこのカードをね、まぁ、いまだに僕はクラチャンで使ってます。ま EP 寄りなんでね、ま EP 寄りといってもスキル強化もあるんで、リーグに寄せることもできるんでね、まあ諦めてはないんですけど、まセンターバッカーでもね、アビスまで固めれると思ったらね、クラチャンに寄せてもいいんだけどね、ショルツ選手ね。うん。 というね、まあ僕にとっては、まあ長らく使ってる、もう2年ぐらい使ってんのかな ?2 年ぐらい使ってるカードになります。はい。ということで、まあ思い入れはあるね、このカードね。はい。ということで、この年エクスペまでなんと出てましたというね、まあ投票限定ですからね。はい。じゃあ続きまして22、22V2 の限定見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは青ズに選ばれてましたね、ショルツ選手ね。はい、ということで、ガーディアン、空中戦のセレイ、インターセプト。まあ、ディフェ3種持ってるね、この時期でね。で、ボナセンディフェでディフェ1608。もう十分、この時代に、この時代の中でトップクラスですよ、おそらく。うん、まあ、ベストエルブ入るぐらいじゃないですかね、このシーズンの。ってぐらい、強かったと思います。はい、それぐらい立派なカードだったと思うので、まあ、結構記憶にね、残ってる人もいるだろうし、このカードを今使ってる人いてもおかしくないなならね。うん、それぐらい強いと思うんで、全然まだいけそうですけどね。 っていうぐらいの、はい、カードだなと思います。素晴らしいです。はい。じゃあ続きまして、23シーズンの限定見ていきましょう。こちらです。はい。ここはまず、スターターがね、この年出てましたね。グレード96でした。シャープフィード、ピンポイントタックル、インターセプト、ボナセンディフェ。ディフェチがプラス込みで1五百五十52というカードになってます。 ま、先ほどの青ズほどではないですけど、まあ、スターターでこれぐらいのカードが出てるっていうのは、結構強力ですよね。タックルスティール AB でね。ボナセディフェアまで持ってて、96で。まあ、このカードをまだ使ってる人がいても全然おかしくないぐらいね、強いと思うんで。はい、スターターにしては破格の強さだと思います。で、右ですね。まあ、これは未だに使ってる人が多いでしょう。はい、フォーカスプレイヤー第1弾ね。うん。 まあこの年、あとでね、まあ、もう一発あるんですけど、まあ、このカード97ですけど、まあ、スキル構成がガーディアン、ダイナミック、インターセプト、エイディングクリア、まあ、ディフェ3種で。チームスキルはもちろんスタメン、ディフェンス強化で、ボナセンがディフェンス20%プラスがあって、ディフェチはブースト込みで1693。なしだと1643という数値ね。これ、去年で言うとね、1643という数値、これなかなかね、ディフェンダーの中でも超えてくる選手、当分いなかったよね。うん。ってぐらい、多分トップクラスのディフェチ誇ってたんじゃないかなと。まあ、プラス、あの、ボナセン込みでね。 モ0 0込みじゃなかったらガーディアの選手とかもうちょっといったかもしれないですけど、フォーカスでこれぐらいの選手なかなか出なくてね。まあ、後半シーズン入ったぐらいじゃないですか、出たのは。うん。てぐらいずっとなんか、まあ、これ多分、フォーカスぐらいは大事なんで、5月とかぐらい出てんのかな ?5 月ぐらいに限定出てると思うんですけど、そこからもうずっと多分、もうベストイレブン級でしたよ。ふふというぐらい強いね。まあ、未だにアマテラス祭とかでね、見る。 機械は結構あるんですけどまぁ、あ、特にねフラーのクラブリンクとか生かして使ってる人が多い,多いんじゃないかなと思いますもう壁ですよねまぁ、あ、十分今の環境でも通用すると思いますはいじゃあ続きまして2023 vol 2の限定見てみましょうこちらですはいここ左はフォーカストプレイヤー第8弾で2枚目ですね出た分になりますまあ、グレード99でスキル構成がソリッドガーディアン空中戦の支配者インターセプト でチームスキルはスタメンディフェンス強化で、ボナセンがディフェン20パープラスとテクニック15パープラスのダブルセンス。リフェチが1744ブースト込み。ナシだと1694ですね。はい。まあ、このカードもすごい強いよね。うん。さっきのフォーカスよりグレードが2位上がりましたね。これはね、まあ、1段と8段って結構割れると思うんですけども、どっちも強いからね、うん。まあ、タックルスティールが A ある方がいいとは思いますけど、スキル的にはね。まあ、ただ能力的にはこっちの方が上なんでね。そこをどう判断するかっていうのがちょっと、 まあ難しいところでしたよね、ここね。うん。比較依頼とかもちょこちょこ来てましたもんね、これね。はい。ということで、まあ、すごくね、まあ、今の環境でも当然通用するようなカードだし、ま、アマテラスサイかでもね、使ってる方結構見るカードなんで、まだまだ環境に居座っていくカードじゃないかなと。今年いっぱいは間違いなく大丈夫だなと思いますね。はい。で、次、右ですね。23シーズンも青ず選ばれてましたね。はい。まあ、ソリッドガーディアン、ダイナムクインターセプト、ヘディングクリア。で、チームスキラス、タミディフェンス強化で、ボナセンがダブルセンスでありますが、 ディフェンス15パップありまして、デフェッチはプラス込みで1779、なしでも1729というカードですね。はい。まあ、基礎値の高さであれば、もうシーズントップクラス、間違いないと思います。はい。まあ、ほんと、上田選手とね、あの、シーズンフォーカスの肩を並べるぐらい高かったカードだと思います。 で、まあ、ボナセンがね、ダブルでまあ15%なんで、こっちよりはまあクラあのフォーカス使ってるよっていう人がね、まあ、特にクラブリンク反応するんだったら多いような気がしますけど、まあ、クラブリンク関係なしならこっちでも十分ね、戦えるんじゃないかなと思うので、まあ、このカードもね、まあ、環境で全然まだまだやれるカードだと思いますので、まあ、ショルツ選手がいなくなってもね、カードはずっと見るんじゃないかなと。まあ、なんだら来シーズンとかもね、全然使われてる可能性あるからね、ここら辺はね。はい、っていうぐらい強力なカードが出てましたね。はい。 では最後ですね、24シーズンの限定見ていきましょう。こちらです。はい、ここはスターターのみですね。今年はまだね。はい。もうスキル構成、ガーディアン、シャープフィード、空中、テヌセリア、パークトスティールがセレクトで選べますと。で、ボナセン、パワー20%あって、リフェッチが1609がプラス込み。なしだと1559という感じですね。はい。 まあこれまでのね、まあその限定カードに比べるとやっぱちょっと一つ角落ちますけど、まあこれでもただガーディアンとバイクとスティール持てるからね、まあ今までショルツ選手当てれなかった人からすると救済措置的な感じのカードですよね。うん。まあスキル強化持ってればそれなりに当然強いだろうし、まあ能力値なんてね、センスでまだまだ補えていけるし、まあなんならね、今プラス込みで数値出してますけど、まあね、クラブリンクとかあったらさらに伸びるしみたいな感じで、まあ全然ね、まあこのスターターでも仕上がれば強いと思いますので、 まあ、スターターー今後、復刻するときね、シーズンまたいじゃうと、ね、このショルツ選手のスターター復刻しなくなるんでね、まあ、またスターターラストチャンスあるかもしれないけどね、まあ、復刻来たときにまたぜひね、狙ってみてください。で、ここにね、残りシーズン新たにカードが追加されるかというところが、ショルツ選手の見物になっているかなと、今の注目ポイントになっているかなと思います。はい、ということで、ショルツ選手のカードすべて振り返ってきたわけですが。 あとはですね、まあ一応ね、この今振り返ってきたものの限定の登場実績というのをね、まとめてみたいなと思います。で、こちらです。はい。まず一番多かったのはフォーカスドプレイヤーでしたね。ほぼ毎年出てましたね。ほぼていうか毎年でしたね。まあ、今年以外出てるね。2021、2022、2023が2枚。4枚出てるね。はい。で、エクス p ア2022年の選出になります。で、アオーズが22と23選出。で、スターターが23、24と選ばれてます。 ということで、まあ短い期間でありましたが、やっぱディフェンダーってなかなかね、まあ、限定化されにくいんですけど、その中でもこれだけの枚数、やっぱ出てるっていうのは、なかなか立派ですね。うん、年1位とかでもおかしくないんでね、このポジションね。っていうぐらいのところなのに、まあ、年2とかね、あ、年2でもシーズンに2枚とかね、しっかり出てるからね、まあ、本当に素晴らしい、うん、実績だったと思いますし、まあ、惜しい選手がね、J からを去ってしまったなという印象がありますね。ちょっと寂しいですけどね、はい。 ということで、まあ、ショルツ選手の限定登場実績は以上となりまして、まあ、ここにね、残りシーズン新たなカードが付け加えれるのかどうかというところが、まあ、すごくね、なんか大事だと思います。で、僕が運営されたら出すけどね、出せるんだったらね、やっぱもう、儲かりますからね。<laughs> みんなだって欲しいもんね。みんな欲しいよ。みんな初心者応援ガチャとかやっぱ引くよね。うん。お気に入りクラブ券、様お願いしますっつってね。うん。出してほしいけどね、最後1枚ね。 まあでも次の、まあ、9月の前半の限定は結構可能性高いんじゃないかなと。まあなんならピックアップ飾ってくれるんじゃないかなと思うんで、まあ、今後のカードにね、ぜひ、まあ、残り期間のカード注目してほしいなと思います。ということで本日はまあ9月3日作成時点であり,ありますが、えー、アデクサンダー・ショルツ選手の、えー、これまでの J クラヒストリーということで選手カードの実績をたどってきました。 まあ、いろんなカードが出てましてね、当初はグレード85から始まったところですが、もう1年経つ頃にはグレード 95, に上がって、ね、95以上上がってまして、なんなら95経由する間もなく、97までレギュラーグレード上がってるってなかなかいないと思うんですよ、そんな選手ね。まあ、今後こういった選手に、まあ、近い選手が出てくるのかどうかっていうのもね、J クラやってて、やっぱり大事なところだと思うんでね。で、まあ、ずっとね、センターバックの環境トップ走ってきた選手なんで、まあ、やっぱりそれなりに思い入れのある選手、ね、方も結構多いでしょうし。 まあ最後にね、まあ限定出てくれることを祈って、ぜひね、そのカードが出たら、皆さん一目散に狙いに行くんじゃないかなと思いますので、まあ楽しみに待っておきましょうということで、今回 J クラヒストリーはショルツ選手で、はい、お送りしました。またね、次回別の選手でまたやりたいと思いますので、ぜひ気になる選手が取り上げられましたら、ご覧になっていただけたらなと思います。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。コインで失礼します。バイバイ。